江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回は渓谷の掲示板からご紹介したいと思います。渓谷民、渓谷のどこが IT 強国なのかと。あ、ぼやきかな、つぶやきかな。はい、じゃあ見ていきましょう。くーちゃんお願いします。渓谷が IT 強国だと言ってるのが恥ずかしいと思えるのも、ただインターネットが早いだけの国だからです。渓谷人が最も視聴するもの YouTube、 政治家有名人のほとんどが Twitter、Facebook、 カカオトークも最近の10代は使ってなくて iPhone のメッセージを使っています。いくら渓谷のインターネットが早かったとしても恩恵を受けるのは結局米国企業ですよね。インターネット早いのもつい最近、なんだっけ、20何位になったっていうのがありましたけどね。もうそんなに別に他の国に比べて際立てて早いわけではなくなりましたけどね。こちらに対して渓谷の反応見ていきたいと思います。23位だっけ。はい、1人目。インターネットが早いと言われていたのも昔の話だ。あ、そのインターネット機器ですら台湾産や C 国産。あ、確かにね。はい、 IT 強国だったのもずっと昔の話。最近は C 国に押されっぱなしだ。 IT 強国ではなくインターネット最大消費国、日本もインターネット速度は速くても IT 強国じゃない。IT 強国になるためにはインターネットの基本的なインフラが確立されていることと速度を備えているかを確認する必要がある。自宅で快適に関連資料をモニターで閲覧印刷できる地下鉄、バスの乗り換えなどが快適に行えるなどです。バス地下鉄の乗り換えが快適にできるって、それ IT となんか関係あんのか。検索できるってことか。検索できることよりもあれじゃないか、ホームを変えずにすぐに乗り換えられるとか、そっちの方が大事じゃないか。IT と関係ないけど。はい。スレ主は社会生活をもっと送るべきだ。パソコンの前に座っているだけでは国家のネットインフラが見えないだろう。最初から IT 強国という話自体がデタラメだった。オンライン環境も20年間発展してないし、ずっと停滞したまま。今やインターネット速度が速いことすら昔の話。おそらく今は30位くらいじゃないか。インターネット網も帯域幅が増加してるだけで速度は10年間停滞したまま、わら。 IT 強国はインターネット速度だけの話じゃない。どれくらい IT インフラが整っていて、どれだけそれが快適に使えるかによって決まるものでは。私は田舎ですけど NTT に感謝ですね。まさかこんなところまで、こう、光が繋がってるとは思わなかった。渓谷だって、ゲーム開発では世界トップ4。人工知能モデル世界4位。ハッカーもトップ10に属している。IT 強国に属しているのは正しい。IT 強国なんだと思ってるんだ。逆に IT 後進国は日本みたいに未だにハンコを使っているような国のことだ。ソフトウェアが全く追いつけない状況。 LINE は日本や東南アジアで使われてるけど、 Google ではなくネイバーのような検索サイトの利用率が高い国は我が国くらいだ。医療保険も病院で生年月日を入力するだけで楽に適用することができます。それ危なくないか。隣国の日本はそんなこともできないから文句を言われてます。言ってねえよ。総合的に見て我が国ほど IT を便利に活用している国が他にありますか。生年月日入力だけで何？保険使えんの？お、どれでも使えんじゃん、じゃん。やばいじゃん。IT サービスが充実している国ではあるけど、IT 強国ではない。インターネット速度ももはや世界トップではない。今は遅れているというのが正しい。やばいな。むしろ顔写真入れようとか、マイナンバーの方がね、個人をちゃんと特定できるからいいよねとか、そういう話だよな。はい、じゃあですね、チャットの反応いきましょう。おー、医療保険ガバガバだな、おい。なんか証明書とか出さないの？
IT 強国の間違いでしょ。この間のトラブルは結局ハードやったらしいからな、わらわら。あ、なんかね、今日またあったらしいよ。119、消防がね、トラブったらしくて、システムが。で、SK がやらかしたらしい。うん、2時間ぐらい止まったとか言ってたな。無職で暇だから、インターネットくらいしかやることないでしょ。お前らには低速の 5G 通信があるじゃない。ネット環境が整った時代が早かっただけだしね。もうすぐ洞窟で生活する暮らしに逆戻りするから心配無用だな。インターネットが早い、早くないって公開されてたよね。フェイクニュースだらけでインターネットの暗黒面を凝縮されている覇気ダメじゃないか。その速さも早くないって言われてたもんな。イスドンやアドスルの頃にインフラ整えられたからやろ。そっから進歩してないやろ。そもそも地下鉄、バスが時間通りに来ないだろ。IT 強国になると、インターネットで瞬間移動できるようになるんだよ、知らんけど、わら。IT 強国じゃなくて、IT 依存度が高いだけやろ。ネット速度が速いのが、そんなに自慢だったんだが、わら。似たようなネットゲームを量産して、IT 強国とかほざいて、頼も今は昔だよな、わら。お前らの鉄道やバスの乗り換えは、ネイバーとか入れてないと、できないだろ。Google しかできない外国人は、困ってたぞ。NTT 株が外資に売られたら今のままじゃなくなるから。 K も印鑑証明使ってたろ。セオルシステム止まって困ってたろ。セキュリティがバヤンな。それわらわら前にも聞いたけど、わらわら、それもうインチキ変えていいかわかんねえな。名前も同じで生年月日同じの人絶対いるよ、わらわら。それわらわら、売りの生年月日が全ての個人情報です。顔は整形で変わるので証明にはなりません。生年月日だけ不正捕まつ放題 WV わらわら。隠しているけど間違いだらけの警告さん。ネットゲームは今も昔のレベルの出してる。警告が10年ほどこんなの言ってる間に世界はドットコムバブルとか色々あって銭が動いたんやけどな。K には関係ない話か。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたら、こちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひ、こちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価、コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方は、チャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。